いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. なんと吉祥寺の街では道路で事故が起きました。そんな事故を気にせずに、私はこんなことをリポートしたわけではありません。私はなんとこのビルに用事があって参りました。このビルの中には一体何が？この赤い絨毯のまるでレッドカーペットのような階段を上ってですね、私が今日皆さんに紹介したお店というのがこちらです。じゃじゃじゃん。もうねこれね、お店のこのねプラカード見ただけでどんなお店なのか皆さん分かってしまったのじゃないでしょうか。私は吉祥寺にあるメテオさんにやってまいりました。早速お店に足を踏み入れます。これかわいいよ。かわいいですね。はい、音楽、ゲーム、ミュージック、CD なんかも売ってらっしゃいます。プラグネット、ノーライフでもクリップ流れてますね。でこの間のパリでライブだった澤田さんの CD も、これがあれですね、すごいですね、任天堂のバーチャルボーイ横井軍平さんが開発なさって、これが売れなかったために横井さんはクビになってしまいましたという曰く継ぎのゲーム機でございます。 3D です。 3D で画面で遊べるゲーム機です。ザザザザザン、ファミコンのカセットがいっぱい並んでます。懐かしいですね。みんなが遊んだゲームもあるんでしょうか。私は実はね、ファミコンを親に買ってもらえませんでした。ではみんなにここでメテオの店長さんを紹介したいと思います。こちらのお店はいつからやってらっしゃるんですか？2000年の7月からで丸10年になります。なるほど。お客さんは一体どんな方が多いんでしょうか？外人なんかも来ますか？そうですね、最近は外国の方、フランスの方ももちろん来ますし、あとまあ日本の方で、まあ、やっぱりファミコンで育って、まあ、子供と一緒に来たりとか、結構いろんな人が来てくれますね。はい、商品は全部坂上さんのテイストで選んでるんですか？坂上さん趣味ですかね、これは。そうです、僕の趣味ですね、完全に。まあ、あとその、まあ、お持ち込みで、はい、うちのお店気に入ってくれた方がよかったらこの商品を扱ってくださいっていうことで、まあ、増えたりとかもあります。断ったりする時もあるんですか、そういう時？あります。それはちょっと置けないな。まあなんかちっちゃいお店なんで全部受け入れてしまうとやっぱテイストがちょっと変わってきちゃうんで、なるべくこういいものだけこうセレクトして紹介したいなと思ってます。これは何ですか？これカナダのアーティストで6955っていう方がいるんですけど、初年度のファミモーデにも出てもらってた人で、うん、その人がテレビを改造して作ったオシロスコープで、店内の音楽を流すとこうビュー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 って言って反応する自作の機械です。私はみんなに今日はメテオさんを紹介しました。お店の住所なんかここに書いてあるので、みんなもぜひ日本に来たら吉祥寺のメテオさんに GO! ふぶねゴブブレ。初めての宇宙、海と宇宙。